タクトレ専門200万人 YouTuber の高井根です。本日は48歳150センチの主婦が55キロから45キロまで10キロ痩せたスロー逆スクワットを紹介します。3、2、1、ゴー。まずちょっと足広めに開いてもらって、そのまま下に降りましょう。で、下に降りた時にかかとを浮かさないようにします。で、この肘を膝の内側に入れて、こうやって左右に揺れていきます。左右に揺れていくことで、今から使う股関節、ここのストレッチをしていきます。で、この合掌した状態ですね、合掌した状態でしっかりと膝を外側に押し出しながらゆっくりと立ち上がります。お尻をちょっとずつ上に上に上げていきますね。ゆっくりゆっくり上げていきます。足の裏全体で地面を押して上がっていきます。膝は外側に抜けたまま。タイムコンプリート。1週間1日1回一緒にやりましょう。やった人はコメント欄にスタンプをつけてください。以上です。